アナウンサー。カリフォルニア州、バンナイズ出身のメキシコ系アメリカ人。2006年8月にプロレスラーとしてのキャリアを開始。力、ドラゴンゲート、USA などのインディ団体にて覆面レスラーのキメラとして活動。2010年、WWE と契約。参加団体である FCW でキメラとして活動しながら、同年8月よりリカルドロドリゲス名義で、 WWE のスマックダウンに登場。アルベルト・デルリオの専属リングアナウンサーを務め、番組のリードリングアナウンサーである、トニー・チメルに代わって、デルリオのコールを担当。リカルド・ロドリゲス2011年、FCW のロスター入りを果たし、試合に出場する一方、WWE では、アルベルト・デルリオの忠実な手下であり、命令には絶対服従。デルリオの対戦相手の妨害や、 王座ザダッシュ、防衛への工作など、様々な手段で尽くした。12月19日、RAW にて、デルリオが、負傷欠場したことによって同時に出番を失った。2012年1月29日、PPV であるロイヤル・ランブル2 0 1二にて、ロイヤル・ランブルマッチに8番目の登場を果たすも、サンティーのマレラにより脱落させられた。4月より、デルリオの戦線復帰に合わせて、 再び専属リングアナウンサーとして復帰。サンティーノ・マレラとの構想を展開し、10月より、エルローカルなる覆面レスラーとして、サタデーモーニングスラムや NXT に出場し、12月29日には、ビッグ、ショーと対戦するなど選手としての出場機会が増えた。2013年、ロブ・バンダムとデルリオの構想が展開される、中デルリオの救助に失敗したことが原因で、 専属リングアナウンサーから解雇された。これに憤慨し、ロブ・バンダムのマネージャーにつくが、構想の終了により、フェードアウト。2014年、WWE では、p p v 時のスペイン50強席による解説が中心となり、同時に NXT では、L ローカルとしてカリストとタッグを組んで活動。NXT タッグ王座に挑むなど活躍するが、7月30日に、 WWE から解雇となった。WWE 解雇後、2014年8月30日、I Believe in Restling のイベントである Believe 82に,にて、本名名義で参戦し、チェイスン・ランストリスタン・ケアリーと組マネージャーにシャウル・ゲレロを従えて、サンタナ・ギャレットマックスウェル・シカゴスイート・タン・ウィリーと対戦して、勝利した。ありがとうございます。